トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。本日はとある検証をしようと思って某スタジオに来ております。トランペットを含む私たち管楽器奏者はブレスがとても重要だということを以前の動画でもお話ししたと思います。その中でもトランペットという楽器は遠くまで音が届く、よく響く楽器だと言われていますよね。ファンファーレなど何かを開始する時の合図として昔からよく使われていました。ではよく響く音というのはどのように作られているのか、それが先ほどお話ししたブレスに関わってきます。息をしっかり遠くまで届けることによって張りがあって響きのある音が作られます。そんなわけで今日はトランペット奏者が一体どれくらい遠くまで息が届いているのかを検証していきたいと思います。といっても息というのは目に見えないですよね。ではどうやって検証していくのかというと、じゃん、この1枚の紙を使って検証していきたいと思います。こうやってね、息を吹くと紙がペランと揺れてくれるんですけども、この実験を私は学生の頃にチューバ奏者であるレックス・マーティン氏に教えていただいてチャレンジしたことがあるんですよね。トランペットに比べてチューバという楽器はとても大きな楽器なので、おそらくさらに遠くまで息を届けるという作業が必要になってくると思うんですけども、彼の息の距離はすごかったんですよ。その時同じこの紙を使った実験をして、何百人も入る教室の端から端まで息が届いて、この紙がペラッと動いていたんですよね。当時は私も割と遠くまで息が飛ばせていたんですが、最近矯正が始まってからなかなか練習する時間も取れていなかったので、少し衰えてるかもしれないですけど、あの頃を思い出してチャレンジしてみたいと思います。それではレッツゴー。それでは始めていこうと思うのですが、先ほどの紙を譜面台にセットして距離を伸ばしていきながら紙に息が届くかどうか検証していきたいと思います。はい、こんな風に紙をセットしてみました。で、今日はその検証をするために割と広いスタジオを借りています。こんな感じで結構広めのスタジオになっていますので、早速セットして検証していきたいと思います。で、今回のルールなんですけども、チャレンジは3回までにしたいと思います。3回やってできなければその距離は失格ということでね。で、紙に息が当たって少しでも揺れればクリアとさせていただきます。それではやっていきましょう。早速1メートルの距離からどんどんね、やっていきたいと思うんですが、トランペットの管の全長はだいたい140センチぐらいなんですよね。なので1メートルの距離に息が飛ばせてないってことは、トランペットの全長を全然息が超えていないということなので、これは届かないとね、ちょっとまずいということでね、頑張っていきたいと思います。それでは1メートルいきます。オッケー、よかった。さあ続いては2メートルチャレンジしたいと思います。1メートルから2メートルになった瞬間、めちゃめちゃ遠く感じます。映像で伝わってるかわからないんですけど、頑張ってみます。これでね、やっとトランペットのベルから少し先に息が届いているっていう状態になるので、これぐらいはねクリアしたいと思います。それでは2メートルいきます。オッケー、クリアー。ではここからは10センチ刻みでどんどんチャレンジしていきたいと思います。2メートル10センチ
行きます。クリア。続いて2m20cm いきます。あれ今動かなかったですよね。ちょっともう一回いきますね。さあ次は2m30cm いきたいと思います。結構ね、息を吐いてると熱くなるんですよね。ちょっと頑張っていきたいと思います。OK 2m30cm クリア。さあどんどん行きたいと思います。2m40cm。 どんどんね、力が入ってくるのでリラックスして息を遠くに。では行きます。行った、動いた、よし、 2m40cm クリア。さあ続いては 2m50cm。 ちょっとねここら辺から厳しくなってきたので、やっぱねちょっと昔より全然届かなくなっている。息をねしっかりまとめて頑張りたいと思います。では 2m50cm いきます。どう？ちょっと行ってないか。よし、ちょっともう一度行きます。あー、遠い、遠すぎる。チューバの人とかホルンの人尊敬するはい、では行きたいと思います。微妙に動いた？動いてんじゃないこれ？微妙。ちょっと見てみましょうか。はい、一応ね若干動いてはいたんですけど、なんかね気持ちよくないのでもう一度チャレンジをしたいと思います。2m50cm。 いやー大変だ。よし、行こう。これはいったね。動いたでしょ、これは。はい、というわけで、2m50cm、クリア！次は2m60cm、行きたいと思います。はい、それでは次ですね、2m60cm チャレンジしたいと思います。いや、なかなか遠いですね。的がどんどん小さくなっていきます。それでは行きます。やばい、全然動かない、マジか。さあでは2回目いきます。ああ動かない、いやそっか、これきついな。さあ次です、ラスト3回目いきたいと思います。これで動かなかったら2メートル
50センチまでしか届かなかったということですね。よし、頑張ろう。というわけで私の記録は2m50cm でございました。まあそれでもね、一応トランペットの長さは超えていたのでとりあえず一安心です。はい、というわけで本日私の息はどこまで届いているのかという検証をやってまいりましたが、結果は2メートル50センチということでございました。もっとねいけると思ったんですけど、まあ今後ねもっと鍛えて息がどんどん遠くに飛ばせるように頑張っていきたいと思います。皆さんもねぜひチャレンジしてみてください。これね、紙1枚で誰でもできちゃいますのでね。で、そうやって目に見える形で自分の息がどこまで届いているのか確認しながらやっていくと、より具体的に目標を設定しやすいと思いますので、一緒に飛距離伸ばしていきましょう。この動画、良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。その他、SNS、Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと、中尾まみでした。バイバーイ。